り旅です。77歳の母の希望でスカイダック、お台場と東京湾コースを大興奮で堪能させていただきました。実はこの動画は見どころだけを撮影するつもりだったのですが、オフにする瞬間が一度もなかったくらいずっと最高で、結果ノーカットになってしまいました。長時間になってしまったので早送りやチャプターでお好きな部分へ飛ばしたりしてご覧いただけますと幸いです。このスカイダックというのは水陸両用バスのことで、海と陸用のエンジンが搭載されています。このバス、なんと1台約1億円もかかっているそうです。以前東京と京都で天井のないスカイバスを体験した時、その開放感とバスガイドさんの楽しいおしゃべりが忘れられず癖になってしまったようです。しかも約1時間の間座ったまま楽しめるので、トイレが近く足腰が弱くなってきた母も不安も疲れもありませんでした。正直このスカイダックは子ども向けかなと思っていたところがありましたが、これは大人も大満足で楽しめるツアーでした。この動画が今後乗車される方のご参考になれば幸いです。スカイダックの台場コースの乗り場は東京の台場にあります。最寄り駅は臨海線の東京テレポート駅です。ここはスカイダックの乗降場所です。ダイバーシティプラザやフジテレビが見えますね。傘をさして座っているのは母のようちゃんです。東京テレポート駅の出入り口 B が横にあります。この建物は中でつながっています。建物の左端が併設カフェのレジカウンターで、中央がカフェのテーブル席があり、母の座っている場所がテラスです。右端が観光案内所で、中にスカイダックの受付があります。出入り口 B はエレベーターで隣にコインロッカーがあり、出入り口 A はエスカレーターでカフェ側のレジカウンター側にあります。ここは東京テレポート駅前広場で、バスロータリーもあり観覧車も見えますが、昨年から再開発が始まったので工事が多いです。チケットの引き換え時にレジカウンターで配布されたものです。後ほどお見せしますが、チケットの裏に座席番号が分かりやすく記載されています。座席は自分で選ぶことはできないみたいで、おそらく早く引き換えに行ったもん順で、前の方の席から先着順で割り振られているようです。チケットについてお伝えしておきます。事前予約が必要ですが、当日に空席があれば乗車可能です。チケットはオンラインで予約しました。スカイダックのウェブサイトにアクセスするとオンライン予約というボタンがあります。そこのフォームにいろいろ入力し送信するとメールが送られてきます。当日レジカウンターで紙のチケットに引き換えてもらうので、このメールをスクショした画面か予約番号か名前を伝えます。代金はオンライン決済ではなく当日に支払いです。私たちが乗ったコースの料金です。コースの料金は少し高く感じますが、車体が1億円で大型2種免許と1級小型船舶の資格を持つ操縦士が2人いるので、値段相応だと納得しました。スカイダックの待合所を兼ねたカフェはとっても広く、トイレもあるので乗車時間までここでゆっくりさせていただきました。アニメとのコラボをよくしているみたいです。乗降場所の近くの飲食店がここしかないので、ランチなどはダイバーシティプラザまで行った方がいいと思いました。アールグレイを注文しました。大きめのマグにたっぷりと入っていました。スカイダックの乗降場所は他のバスの乗降場所でもあります。仲間のスカイホップバスもここが乗り場のようですね。ちょっとここでスカイダックを眺めながらミニ情報をお伝えしておきます。今回
私たちは日の丸自動車工業株式会社が運営するスカイダックを利用しましたが、このお台場にはもう一つの水陸両用バス東京のカバも走っています。料金は一緒ですがコースに違いがあり、乗降場所はアクアシティにあるようです。ただサイトを見てみると今現在平日が運休となっています。この動画の後半でも何度か東京のカバとすれ違う場面が出てきますよ。先ほど最寄りの駅をお伝えしましたが、実は私たちお台場海浜公園水上バス乗り場からここまで歩いてきました。なんでかっていうと、スカイダックの前にも浅草から台場まで船に乗ってやってきたのです。船乗りすぎやろって感じですよね。スカイダックの乗り場がすぐ横なので、スケジュール的に空き時間が少なく、ちょうど良い感じで効率よく回れると思って。ですがスカイダックの乗り場をど勘違いしておりました。ちょっと恥ずかしい話ですが、 Google マップにスカイダックここみたいに表示されていたので、ちゃんと調べずそこへ向かってしまったのです。あ、じゃあそれがこの場所です。スカイダックが東京湾へダイブする場所を乗降場所と間違っていたのです。お恥ずかしい。予約時間が迫っているのでコールセンターに電話して場所を聞くことに。コールセンターはスタッフが少ないようでなかなかつながらず、やっとつながったと思ったら東京テレポート駅までがちょっと分かりづらくて、案内されているうちに予約時間が迫ってきました。77歳の足腰の弱い母が歩くには少し遠く、急ぎは禁物なので予約時間を1本遅らせてもらい事なきを得ました。ここから東京テレポート駅までは徒歩で30分くらいかかりました。スカイダックはここ台場の他にも東京、銀座の発着コースがあります。今回私たちが乗った D502 お台場パノラマコースは60分のコースで、水上にいた時間がたっぷりあったように感じました。この辺りは後ほどご確認いただけます。走行ルートはスカイセンター前を出発し、軽くお台場の観光から始まります。アクアシティお台場、自由の女神像などを通り東京湾へダイブします。東京港を一望し、レインボーブリッジをくぐり抜け、再び陸へ上がり、バスを洗浄し、フジテレビの横を通り戻ってきます。ちなみにこのコースがエメラルダスという隅田川をクルーズする船のコースで、浅草を出発しここ台場の海浜公園に到着します。動画の最後の方にエメラルダスと会場ですれ違う場面あります。長い前置き失礼いたしました。それではここからコースの全容をお伝えしていきます。コースに出ていたスカイダックが戻ってきました。テラス席に座っていると搭乗が始まったらすぐわかるので、ギリギリまでのんびりさせていただきました。階段は自動で飛び出してくるタイプなんだ。では搭乗時間になったのでスカイダックに乗ります。チケットと予約名を見せてから乗車します。小さなお子さんはライフジャケットを手渡されていました。私たちの指定された座席は 3A と 3B です。進行方向の左側の最前列で、バスガイドのお姉さんの真正面という特等席でした。ただ個人的感想ですが、グループで盛り上がりたい時は逆に後ろの方がいい感じがしました。走行中紫外線が気になるところですが、傘や日傘の利用は使用禁止で、帽子着用の場合飛ばされてもバスを止めることはできないということでした。どうやら間もなく出発のようです。
ここからはバスガイドさんのお話が始まるのでナレーションは控えますね。動画をご覧いただいている皆さんも一緒にスカイダックに乗っているような感覚でご覧くださいませ。はい、それではお待たせいたしました。スカイダック出発でございますので、まずは皆様お連れ様同士シートベルトがしっかりつけられているかどうか確認をお願いします。席が大丈夫そうでしたら、まずは左側スタッフがお見送りをしてくれているので、行ってきますと全員で手をご一緒に手を挙げてください。そうです。そしたら左を向いてご一緒に行ってきます。はい、行ってきます。さあ、そしたら今日は歩いてる方々も結構たくさんいらっしゃるので、途中の方にもたくさんアピールをしていきます。じゃあもう一回手を挙げて左を向いて行ってきます。こんにちは。手を振り返してくれる方がたくさんいらっしゃいました。はい、行ってきます。そしたら今度は反対の右奥をご覧ください。先ほどのスタッフがもう一度手を振ってくれています。いつもは一人なんですよ。でも今日二人リップ対応でございます。さあ、今日は少しスタッフもですね増えまして、お見送りをしてくれたので、ここから元気よく出発となりました。さあ、まずは皆様にご挨拶からです。じゃあ19名様全員の元気な声を聞かせてください。それでは改めまして、皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。元気よくありがとうございます。今日は水陸両用バススカイダックのお台場パノラマコースにご乗車ご乗船いただきまして誠にありがとうございます。じゃあ早速ですけども、まずは皆様に一つ質問がございます。今日19名様とたくさんの方に乗っていただきましたが、皆様の中でスカイダックに乗るのが初めての方はいらっしゃいますか？はーい。あ、すごいたくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。じゃあ2回目以上のリピーターさんはいらっしゃいますか？はーい、乗ったことある方。ありがとうございます。じゃあ乗ったことがあるというリピーターさんもいらっしゃいましたが、このリピーターさんはうちのスタッフでございました。確かにそれは乗ったことあります。さあ、そしたら今日は皆様と元気よく楽しんでいきたいと思うのですが、まずはいくつかお願い事があるのでご一緒にご確認ください。では最初にシートベルトは陸の上にいる間はずっとつけたままでお願いします。そしてこの後は走り始めるとすぐそばまで木の枝が迫ってきたり車が近づいてくるかもしれないので、この窓の枠よりも外側には手とかお顔、あと肘も危ないので出さないようにしっかりしまってあげてください。そして3つ目は風が結構強めに吹き込んでくるので、お帽子、お手回り品、そして大切な近くに座っているお連れの方が飛ばされないように守ってあげてください。よろしくお願いします。そしたらちょうどここで左側にはあるキャラクターが見つかります。何のキャラクターがいるでしょうか？ドラえもん？ドラえもん？お、早いですね。大正解。そう、左にはドラえもんがいます。そして手を振ってくださる方もいらっしゃいます。こんにちは、スカイダックです。よかったら次最終便出ますので待ってます。なんていうアピールもしながら今日は進めてまいります。じゃあ今日はとにかく目立っていきますけども、この大きなスカイダックからはいろんなものが見えてくるので、左奥のドラえもんもバッチリ見ることができました。さあ、ちょうどドラえもんがいるところ、左側のダイバーシティ東京プラザという建物の中に入ると、なんとドラえもん未来デパートというお店が入っているんです。行ったことがある方はいらっしゃいますか？はーい、お兄ちゃん元気よくありがとうございます。行ったことがあるということで手を挙げてくれました。実はそのドラえもん未来デパートは秘密道具の体験ができる施設なんです。お兄ちゃん秘密道具の体験しましたか？した。お、何の秘密道具を体験したんですか？タケコプター。あー、いいですね。ありがとうございます。タケコプター体験しましたということでしたが、ぜひ皆様も機会があったら実際に足を運んでいただきまして、タケコプターやロコジョバーの体験もしてみてください。さあ、それでは今日はスカイダックで陸の上を楽しんでいきますが、あっという間にこのコースはお水にスプラッシュをしてクルージングのお
時間になるので、皆様とご一緒にクルージングするためのお水に入る準備も整えていきたいと思います。ではまずは最初に聞いておきたいことがあるのですが、今日19名様の中で濡れても大丈夫な方、お水かかっても大丈夫な方はどれぐらいいらっしゃいますか？はーい、見事真ん中から後ろの方は手が上がりましたけど、前の方ちょっと心配ということでございました。確かに濡れるってどれぐらい濡れるのって思いますよね。実際濡れるか濡れないかというと、それはまだ分かりません。全然分からないです。そう、もう入る時の風の向きや風の強さで変わるので何とも言えませんが、逆に今日ってとっても気温が高くてカラッとした天気ですから、本当夏っていう感じがしますよね。だからこそ濡れたらラッキーだなっていう気持ちでいきたいと思いますから、皆様もよろしくお願いします。さあ、そして入る前にちょっと大切なご案内がございます。それが救命胴衣についてです。お子様には救命胴衣を着ていただいておりますけども、もし着てて暑くて苦しいとか泣いちゃうとかだったら、無理はさせないでいただいていいので、近くに置いておくと大人の方は持ってあげてください。大人の方用の救命胴衣は椅子の下に入っているので、指示があった時に椅子の下から取り出していただきます。使い方はリュックサックを背負うようにまず肩からかけて、胸元の黒いベルトをパチッと締めます。ベルトはきつく締まっていただいて、最後に黒いレバーが右側についているので、右側のレバーをグイッと下に引っ張ると膨らむ仕組みでございますから、この使い方を一応覚えておいてください。よろしくお願いします。皆様うんうんと頷いてくださったので大丈夫かと思いますから、もうそろそろ右側の大きな海にスプラッシュをしていきたいと思います。さあ、そして何といってもお水に入るその瞬間は、私たちだけだとスタイルアップをバスから船に変えることができないんです。なので今日は全員のお力を借りて船に変身をします。さあ、変身するときは私が3、2、1と掛け声をいたしますので、皆様そしたらご一緒に拳をぐっと握り、天井を突き破るぐらいの元気な勢いで、そうです、お姉ちゃんその調子で、そう、そんな感じでご一緒にスカイダークと掛け声をお願いいたします。よろしいでしょうか。スカイダークで入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。一気に目が合わなくなっちゃいましたけど、皆様大丈夫そうですか？ちょっと恥ずかしいと思うかもしれませんが、今日恥ずかしさを忘れてもらって緊張とお願いしますね。さあ、そしたら右側はお友達の水陸両用バス、川バスさんがちょうど水から出てきて、それから帰っていくところでございますから、お別れして私たちが今度はお水に入る番でございます。さあ、それでは今ちょうど川バスさんも綺麗になってですね、それから行くはまた走っていくようですが、私たちはこれからお水に入りますので、さあ皆様の心の準備をお願いします。そしてカメラのご準備も皆様大丈夫そうですか？はい、よかったらカメラは写真動画どちらで撮っていただいてもいいのですが、おすすめはやっぱり動画は撮りやすいかなと思います。動いているのでぜひ動画で撮ってみてください。まあ、そして撮る際はぜひカメラ越しではなく直接前の方を見ていただけたらと思います。ではちょうどここで右側見てください。かわいいカバの上の上もすごいアピールしてくれましたけども、さあ、かわいらしい絵が描かれたカババスさんとのお別れをして、いよいよ私たちがスプラッシュをするお時間でございます。さあ、それでは皆様ご準備はよろしいでしょうか？はい、と元気よくありがとうございます。じゃあ今日はどなたが一番大きな声でスカイダークと掛け声をかけてくれるのか楽しみにしておりますのでお願いしますね。さあ、では私たちもここで最後の準備に取り掛かります。皆様前を見てください。スタッフが手に何かを持って出てきました。手に持っているのはなんと釣り竿です。ということは今からお魚を釣ります。そうです、冗談です。今のは違います。これはお魚を釣るためじゃなくて、潮の流れ、潮流というのを測る大切な作業なんです。これをして安全確認ができましたら、いよいよ船のエンジンがかかりますので、音も聞いておいてください。それでは
確認をしてまいりますね。キャプテン準備はよろしいですか？はい、じゃあこの後もう少ししたらいよいよ入ってまいりますので、皆様もふーっと深呼吸をしてお待ちください。さあ今日はギャラリーの方々もたくさん集まってくださったので、私たちも元気よくスカイラップに掛け声をかけたいと思います。まあ結構集まってくれました守ってくれる方が多いので、さあいっぱいですね、迫力のあるスプラッシュをしたいと思います。正面のフロントガラスの一番上まで水しぶきが上がるので、ぜひしっかり見ておいてくださいね。さあそれではまずはエンジンがかかります。はい、かかりました。それでは本番です。キャプテンお願いいたします。それでは行きましょう。皆様ご一緒に大きな声でお願いいたします。準備はよろしいでしょうか？さあではそろそろ参りますよ。キャプテンお願いします。じゃあ本番です。大きな声でご一緒に船に大変身をいたしました。さあここからはもうクルージングのお時間になりますので、船として進めてまいりますが、皆様今のスプラッシュでお水がかかったラッキーな方はいらっしゃいましたか？はーい、お、ラッキーラッキー、おめでとうございます。すごかったですね。そしたら今日はピラリオックのスタッフも見送ってくれているので、行ってきますと手を振ってお別れをし、クルージングを楽しんでいきたいと思います。さあまずはここで皆様に一つお願い事があります。それは今つけていただいているシートベルトを外していただきたいんです。では皆様それぞれシートベルトを外してください。よろしくお願いします。お連れ様同士確認をしてあげてくださいね。お願いします。外せましたか？さあこの作業をなぜシートベルトを外すのかといったら、これはちゃんと理由があります。なぜかといったら、今スカイラックは船に変身をしているので、何か起きたらすぐ逃げなければいけないんです。なのでもうちょっとシートベルトを外したまますぐ逃げる準備をお願いいたします。さあそしてもうここまで来れば、例えば車とか木の枝が迫ってくることってありえませんよね。なので窓枠の外に手やお顔、カメラ、肘出しても大丈夫です。よかったら外の涼しい風を浴びながらお楽しみください。はい、そして風も浴びながらなんですが、今日は結構真ん中のお席ちょっと空いちゃってるので、もしよかったら後ろの方のお客様前の方移動してもらってもいいですから、ちょっと広く使ってくださいね。さあそしてここからはやっぱりクルージングしていきますが、まあ、狭いなと感じる方は空いてる席使っていいのでゆったりお願いします。ではちょうど右奥はレインボーブリッジも見えてきましたが、皆様今日のスカイラップのコースはどんなコースかもうご存知でしょうか？さあ実はレインボーブリッジを見るだけではないんです。なんと後ほどくぐっていきます。そうなんです。驚かされていた方がいらっしゃいましたが、くぐりますので楽しみにしておいてくださいね。あとなんといっても景色を見てるのに夢中になって忘れがちな水分補給がですね大切なので、今日は思い出したらすぐにお水やお茶を飲んでください。もしお連れ様の方がですね大丈夫かなと思ったら、お水とか頼むなって言ってあげてください。よろしくお願いします。さあそして何かお困りの方があればいつでも手を挙げて教えてください。じゃあ今日はもう右側にはフジテレビの本社ビルもあんなに遠くに見えてますよ。さあ出発したお台場の街といったら、やはりフジテレビがすごく有名ですが、海の上からだとこのように見えるんです。いかがでしょうか？さあフジテレビは丸い球体の部分がとっても特徴的です。実はあの丸い部分ってお名前がついているんですけど、なんていうお名前か知ってる方はいらっしゃいますか？なんでしょう。あ、手挙げてくれてる。本当にお兄ちゃん手挙げてくれた今。
あげてない。あげてるけどあげてない。あげたくなっちゃうのね。ありがとうございます。さあ、実は、はちたまっていうお名前がついているんです。そう、はちたまが言います。とても覚えやすいお名前ですが、はちたまの中は実際皆様も行くことができるんです。行ったことはありますか？ない、ない。なかなか行くことないですって方が結構多いかもしれませんが、月曜日が休みの日で、それ以外の日は実は見学することができるんです。お下の中に入ると前と下の部分と上の部分が分かれていて、景色を楽しむこともできるのでおすすめです。そしたらこの左側、ドアさんというお名前の水上バスに手を振りましょう。左を向いてバイバーイ。ありがとうございます。水上バスすごいたくさんの方を見てましたね。今すれ違ったのはドーカンっていう名前の水上バスなんですけど、江戸城を作った人が徳川家康ですけど、その前の館を作った人が太田ドーカンという人なんですよ。その太田ドーカンをイメージした船だそうです。さあ、そんなドーカン船もどうからここにちょっとスカイラックも波に乗っていきます。さあ皆様、ゆったりゆったりと波に乗りますよ。いかがですか、この乗り心地。なんだか本当に船に変身をしているので、私たちもですね、のんびりとクルージングが楽しめます。さあ、そしたらそろそろこの辺りで皆様には見つけていただきたいものがあるんです。それが東京のシンボル、東京タワーでございます。では東京タワーはどこにあるでしょうか。見つけたら大きな声であったと教えてください。せーの、あった。あっち、ありがとうございます。そうです、大正解です。皆様バッチリです。今左側船が通っておりますが、この船よりももう少し先のところに大きな東京タワーがご覧いただけます。ですがここで大きな東京タワーよりも少し小さなお水の上に浮かぶ東京タワーの上のものが見えてきました。左側はこのような景色でございます。ロックザインバという文字も書かれていましたが、海の上って信号とか道とかは特にありませんけど、ここに何がありますよとか、船舶が船が今どこにいるかを知るために航路標識というこういったものがたくさん浮かんでいるんです。でもちゃんとしたくくりつけられているので位置がすごい変わっちゃったりとかはしないんですよ。そういったものを確認しながらスカイラックを進んでおります。そうしましたら小さな東京タワーも発見しましたけども、さあまた後ほど本物の東京タワーも大きく見えてくると思うので、ぜひ皆様も敵だなと思ったタイミングでシャッターを切ってみたり、そうだ、心のシャッターを切って心のアルバムにぜひしまってみてください。さあ、そしたらそろそろ私たちもレインボーブリッジをくぐり抜けていきたいと思います。ではまずは全体的に大きく感じられるんですけども、せっかく天気が良くてこんなに綺麗に見れるので、お顔を出しても大丈夫です。お父様同士交換してもいいですし、ちょっと見えづらかったら前の方を移動してもいいので、ふいっとお顔を出してレインボーブリッジの橋の裏側というのもご覧ください。後ろのお姉ちゃんたちももし見えなかったら真ん中の小僧席空いてるから来ても大丈夫ですからね。そしたら、上で綺麗な青い空と白い雲、そして美しいレインボーブリッジをお楽しみいただけます。ちょうど時計で橋をくぐり抜けていくので、ただなかなかない体験でございますから、今日スカイラックに乗ったからこそ見える景色としてご確認ください。さあ、上を見上げると、海から52メートルの空が高いところにかけられているので、かなり迫力ある景色です。で、一瞬すごく涼しくなりました。やはり橋の下なので涼しくなりましたね。さあ、それでは下ってきましたけども、いかがでしょうか。1993年に架けられた大きさが全長798メートルもある橋でございます。さあ、こんな橋をくぐり抜けてきましたが、また後ほどレインボーブリッジはたくさん見えるので、お好きなタイミングで使ってみてください。さあ、ここからは左奥、東京タワーが改めてご覧いただけます。お待たせしました。綺麗に見えますか。
さあ、東京タワーの大きさって何メートルぐらいか、皆様ご存知でしょうか。実は大変覚えやすい数字なんですよ。ある数字が3つ並んでいます。さあ、何の数字でしょう。1から5、どれでしょうか。1、2、3、3、3、2、2、4。おー、皆さん結構分かれましたね。ありがとうございます。さあ、そしたら正解は333メートルでございます。そう、3が3つ並んだ覚えやすい数字でございます。そんな大きな東京タワーがこの海の上からもご覧いただけるので、写真も撮りやすいですね。さあ、もし行ってみたいと思った方がいらっしゃれば、ちょうどこの時期はハイガールガーデンも東京タワーの足元で行われていて大人気なので、ぜひ足を運んでみてください。そしたらこの辺りからは少しずつ、もちろん角度が変わってくるんですけど、皆様とご一緒に見ていきたい建物があります。それがオリンピックとパラリンピックが行われましたが、その時に有名な選手の方々たくさん一に来てましたけど、選手の方が泊まっていた場所です。選手村って聞いたことありますか。そうです、ありがとうございます。その選手村だった建物が見えてくるんです。場所は左側奥の方、 F という文字がチカチカ光っている場所、見えますでしょうか。アルファベットの白い F が光っているこの場所のすぐ裏側、あまり背が大きくない黒い建物がずらーっと横に並んでいますよね。 F の裏側一帯に黒い建物がずらっと並んでいますが、あちらがすべて選手村の宿泊棟だったんです。なかなか見る機会がないと思いますし、今日せっかくここに来たので、 あちらに有名な選手の方がたくさん泊まっていたんだなというのをですね、ぜひご覧ください。そしてもちろん大会が終わりましたので、これからマンションに生まれ変わってお住まいの方が増えていきます。さあ、そんな選手のなった施設、この現在はハルミフラッグというお名前に生まれ変わったスポットをご覧いただきましたら、そのまま左奥には背の高さがちょっと低めで灰色の建物、豊洲市場がご覧いただけます。左奥は豊洲市場、2018年に新しくここにできた東京の魚市場でございます。もう豊洲市場行ったことありますよという方はいらっしゃいますか。はい、まだないという方が多いみたいですね。そしたらぜひ美味しい旬のお魚や果物、お野菜がいただけるので召し上がってみてください。お魚皆さん召し上がれますか。好きですか。お魚好きな方、はい、あ、よかった、みんな増えるということで手を挙げてくれましたが、ぜひぜひお魚大好きっていう方は特におすすめなので行ってみてくださいね。そしたら変わって右側をご覧いただきますと、右側はここで綺麗なレインボーブリッジと、今羽田空港でしょうか、飛行機がですね東京方面に向かっているのも確認できますし、少し後ろなんですが、右後ろはシンフォニーという名前のレストラン線も通っています。さあ、右側をご覧いただくとレストラン線のシンフォニーがご覧いただけますよ。こちらも乗っている方がたくさんいらっしゃると思うんですが、やはりお食事をいただきながら船に乗りたいという方はレストラン線や、または屋形船に乗ってみるのもいいかもしれません。よかったらこの東京港はいろんな船が出ているので、どんな船があるのかなと調べてみてくださいね。そうしましたら、さあ、また改めて私たちはこちら少し離れたあたりで橋をくぐり抜けていくんですけども、ちょうど皆様の左側船がやってきましたので、一緒に手を振ってみたいと思います。さあ、気づいていただけますでしょうか。それでは左側を向いていただきまして、一緒に全部手を振りましょう。ご一緒に、こんにちは。ちょっと忙しそうでした。さあ、では、あ、車に乗せてきましたけども、あ、このように船とすれ違うときは、たとえ気づいてくれなくてもですね、もしかしたら気づいてくれるかもしれませんので、この選手と手を振りながら行きたいなと思います。そしたら、あっという間にお別れをしましたが、ここからは私たちもそろそろ改めて橋をくぐり抜けていきます。ちょうど新聞にも今くぐるところみたいですよ。はい、いかがでしょうか。そしたら橋をくぐりながら、すぐ左側には
あれが第三台場という公園が見えてまいりました。左奥の石垣がきれいに並んでいる場所は第三台場と呼ばれている場所です。この中も行くことができるんですけども、中に入るとやっぱり散策をしたり、この景色を見たり、または昔は灯台置き場といって、この普段をボーンと投げるための場所、灯台場があったので、その跡を見ることもできるんです。ぜひ行ってみてください。さあ、そして反対の右側、ちょうど周辺にも右奥に見れますが、ちょっと皆様にここで探して、左側すごいですね、ちょっと近いので手を振ってみましょうか。左側のこちらの、こっちはこっちはエメランダス、エメランダスという船が来ましたので、さあちょっと手を振りますけど、あ、後ろに後ろにもいましたね。ちょうどすごい、それはそうです、ヒンゴという船がやってきました。すごい一気に来ましたね。ちょっと振り返る形にはなってしまうんですけど、今左海岸を振り返るとすごいですよ。宇宙船が立っているかのような景色でございます。まあ、実は宇宙船をイメージしている船でございますので、このようにスタイリッシュな形をしています。ちょうどお台場に向かっていくところと、浅草方面に向かっているところがここにできました。そして反対の右側の方、ここは外浴台場と呼ばれている場所です。実はこの外浴台場、遠くに見ると生き物がたくさん生息しています。木の上をご覧ください。たくさんある木の上をご注目いただきますと、黒い鳥がたくさん止まっているんです。実はここ鳥の楽園でございまして、人は入ることができませんよという立ち入り禁止の場所なので、その分たくさんの人間の生き物が集まってくるんです。なので普段は来れないところですから、今日はここでバードウォッチングを皆様とご一緒に楽しんでいきたいと思います。さあ、いかがでしょう、何羽ぐらい鳥が探してみてくださいね。ちょうどこの右側の第六台場でございますが、よくいる生き物が黒い鳥、ウミウでございます。ウミウといって海に潜ることができる鳥がいっぱい集まるんです。空も飛べるし、海も潜ってお魚を取ることができるので、ちょっとスカイラックと似ている水陸両用みたいな鳥でございます。お水に潜って何をしているのかと思うと、お魚を取るために潜っているそうです。お魚をピクッと取ってまた陸に上がってきます。そしたら羽を乾かしてまた空に飛んでいくんです。そんな、なかなか抜けないような鳥も見つけられますけども、こちらをお別れしましたら、私たちはゆったりと左側のお台場の景色も楽しんでまいります。では左側のお台場の街、だってなんでお台場という名前がついたのでしょうか、少し気になりませんか。なんでお台場っていう名前なんだろうって思いません。実はそれが今見てきた第三台場と第六台場が関係しているんです。もともと今から100年以上前、1853年に海民製鉄を率いる黒船が来航してきましたが、その際に幕府は江戸の町は外国船を打ち払えっていう考え方があったので、外国船を追い出すためにここに灯台置き場、爆弾を投げるための灯台置き場をたくさん作ることにしたんですよ。そして全部で出来上がった数が7箇所の灯台置き場でした。でも今はこの全て7箇所は残っておらず、残っているのは2箇所のみなんです。じゃあその2箇所ってどこでしょう。それが第三台場と第六台場なんです。そうなんです。ちょっと歴史のお話で聞かなくなったかもしれませんが、そういったことがあって灯台置き場があった場所ですから、左側の町のお名前も五台場っていう名を付けたそうです。そしてお台場の御っていう字は、昔ここ御台場って呼んでいたので、御台場というのがちょっとですね、混じって訳されてお台場という名前になりました。
そして左は海産消防庁の船の方が手を振ってくれてますね。さあ、それではお別れしましたが、すごいかっこいいですね。そしたらちょっと揺れるまで座ったままでお願いいたします。船が通ったはずなので波が来ますから、スカイラックも波に乗っていきます。それではよいしょよいしょ、はい、よいしょという感じで揺れるのですが、いかがでしょうか。さあ、このように船ならではの乗り心地をお楽しみいただけたかと思います。そしたら反対の右側も、まあ、よいしょと揺られながら来ましたので、振りましょう。では右側を向いていただいて、今度はこちらに移動しましょう。こんにちは。すごい楽しそうですね。さあ、そしたら戻っているかもしれませんよ。皆さんしっかり捕まって飛ばせないようにしてください。いきますよ、せーの、よいしょ、すごいですね。あの台台側には東京消防庁が来ました。すごい、こんなにいろいろな船が見れるのはなかなかありません。とってもラッキーです。やはりその時のその時間によってどんな船が通るかは分かりませんし、たまたまクロージングしてる方とかもいらっしゃるので、出会えることも全然分からない、予測ができないので、今日こういった感じで景色が見えるのはたまたまなんです。とってもラッキーでございます。さあ、そしたら皆様もうお分かりかと思いますけど、揺れます。はい、じゃあしっかり捕まってください。行きますよ。せーの。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。さあ、このように。お水がパシャッとかかることももちろんございますので、今日は海の上ならではのこの乗り心地ももうお分かりいただけたかなと思います。そしたらこの辺りまで来ると、ちょうど皆様の右側前方には写真本人が今通っている場所にたくさんのコンテナが積み上がっている景色が広がっています。右側一帯、実はコンテナ埠頭なのでたくさんのコンテナが置いてあり、船にその箱、コンテナを運ぶ作業をしているところなんです。さあ、また大きなクレーンはある動物に似ていると言われています。では皆様、右側のたくさんあるオレンジと白のクレーンは何の動物に見えますでしょうか。さあ、よく見てくださいね。何の動物に見えますか。キリンさん、さあ、お兄ちゃんはキリンと言ってくれました。他の方一緒でも大丈夫ですよ。何の生き物ですか。キリンさんだと思う方、はーい、キリンさんですか。ありがとうございます。さあ、じゃあ何の生き物かというと、2人がお別れしていきますが、実はあのクレーン、さあ、実はあちらはお客様が言ってくださった通り、キリンに似ていると言われているんです。でよく言われるのが港のキリンと呼ばれています。さあ、その名の通り、まさにキリンみたいな形をしていますね。そしたら先ほど出会ったゾウさんがお腹にご覧いただけますので、左側もう一度手を振りましょう。こんにちは、また会いましたね。さあ、そうしましたら、もうあれですけども、あの船は3タイプあって、ゾウさん以外にも坂本龍馬をイメージした龍馬とか、他にもですね、もう一人誰か、私忘れちゃったんですけど、イメージしてる船がありますので、よかったら調べてみてください。龍馬と龍馬と、あと誰かです。よかったら調べてみてください。そしたらここで、さあ、港のキリンさんもお別れですが、私たちはそろそろこの辺りで海上保安庁の船の近くを進めていきたいと思います。それでは皆様、ここで正面をご覧いただきまして、今日こんなにもすぐ近くに大きな船が見えてまいりました。ボタンポーストガールと書かれているのが確認できますが、海上保安庁の測量船でございます。では近くで見ていきますよ。それではこの距離感をお楽しみください。いかがでしょうか。こんなにもすぐそばに見えてきました。なかなかこのように見えることはありませんよ。先ほども言った通り、必ずこの海上保安庁の船が止まっているというわけではありませんので、まあ、マッキーでございます。では右側がっと見上げると大きな船が確認できますが、あの測量船が
普段海の調査や研究を行っている船でございます。さあ、そうしましたら、そんな海上保安庁の測量船、例えば地震が起きるのではないかと言われているプレートを調べたりいろいろしているところを見た後はですね、そのまま正面奥の方をご覧ください。今川瀬さんがちょうどスロープに来ているのが確認できます。皆様見えますか？これからなんと川瀬さんスプラッシュをいたします。ちょうどタイミングがバッチリでございまして、これからスプラッシュをするので、そのスプラッシュする様子をちらっと見てから私たちは陸に上がっていきたいと思います。ではご注目いただきまして、スカイダックもどのぐらい勢いがあって入ってきたのかなと確認をしていきましょう。ではさあご覧ください。これからそろそろ入りますよ。さあ、では入る瞬間なんかなかなか見ることができませんので、ご覧いただきたいと思います。さあ、では今は川瀬さんもバスの状態でございますが、この後はスカイダックと同様あっという間に船に変身をいたします。今ちょうどスカイダックもここでしばらく止まるので、皆様もご注目ください。見づらい方は立ち上がっても大丈夫です。あ、いったいった。はい、そしたらスプラッシュしますよ。行きましたよ。おお、すごい、すごいですね。さあ、それではあっという間に船に大変身をいたしましたので、私たちもこの後逆にバスに戻っていきます。そしたらお席の方に戻っていただきまして、こちらでも大丈夫なので座ってあげてください。ちなみに私たちは321スカイダックで入ってきましたが、川瀬さんは321カバーで入ることが多いそうです。カバーで入るみたいですよ。さあ、そんな可愛い水陸両用バスのお友達ともこれからすれ違っていきますので、もう一回登っていきたいと思います。ではちょうどここでこちらの方に向かってまいりましたので、これからすれ違います。では私たちも元気よく手を振りたいと思います。よかったらね、ニコッとした笑顔であれば両手で振ってもらって、こっちもいっぱい乗ってますよということでアピールをしましょう。さあ、それでは左側、はい、じゃあ一緒に手を振りますよ。いってらっしゃいとお見送りをしましょう。左を向いていただきまして、ご一緒にいってらっしゃい、いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。さあ、そうしましたらそろそろ私たちが陸に上がっていく番でございます。この後陸に上がる際は、なんと前で船の操船をしているキャプテンが船の操船だけではなくて、バスの運転も同時に行いながら陸に上がってくれます。なのでぜひまた皆様の力を借りて陸に上がるための応援をしていきたいと思うんです。さあ、私はこの後せーのと言いましたら、それに続いて全員ご一緒に大きな声で頑張ってとお願いいたします。よろしいでしょうか。今日は私の一番前でどなたが大きな声で頑張ってを言ってくれるのか楽しみに聞いておきますので、ご一緒にお願いしますね。さあ、それではそろそろスカイダックもこれからあっという間バスに戻っていきます。果たしてどのように陸に上がっていくのでしょうか。一回限りでございますのでご注目ください。では大きな声で頑張ってをお願いいたしますね。それではエンジンの音が少し大きくなってきましたが、負けないぐらいの声の大きさでお願いします。さあ、それではです、準備はよろしいでしょうか。では皆様いきますよ。全員ご一緒に大きな声でせーの、頑張ってー、よいしょー。はい、それではここでスカイダックもあっという間に上陸大成功です。ありがとうございます。今日実は左に虫が出てますけども、まあ、今ですねスカイダックも陸に上がれたので、一応ここからはまずに大変身をしましたが、一つ作業をしていきます。それがシャワータイムです。今前の方にお水がポシャッとかかっていましたが、実はこれスカイダックについた海水を洗い流すために出している真水なんです。今スカイダックは塩水
水でちょっとベタベタしているので、これをきれいにお水で流してさっとですねシャワーを浴びせて錆びないようにまで進めてまいります。なので皆様はもうこの辺りでですね、さあ今日の時間は終わりましたけども、洗い流す様子というのをこの後ご覧いただきたいと思います。ちょっとまだなんですけども、今そこを洗っているので、この後は左側と右側どちらもお水をかけていきますから、もしかしたら左側右側お外にお顔を出すと洗い流している様子が見れたり、あとは少しお水がかかるかもしれません。ただ濡れてもお水なのでベタベタしませんからご安心ください。では、さあこのシャワータイムを待ちながら、まずはお子様に救命胴衣をお配りしておりますけども、もう脱いで大丈夫なので脱いでいただいて近くに置いておいてください。はい、ありがとうございました。もし着ていて今ちょっと着替えたりとか流せるのが大変にという方がいらっしゃれば、無理しなくて大丈夫なのでこのままでも結構です。さあ、じゃあまず今左側を洗ってるみたいですね。さあ、脱げた方は回収しちゃいますので、ここで、はい、受け取りますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日は大変でしょう。はい、あみちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとうございます。座ってて大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆様シートベルトのご着想をまずはお願いいたします。この後は進み始めてまたバスとして走っていくので、今のうちにお書きいただきましたらまずはシートベルトの方をお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、準備はそろそろ大丈夫かなと思いますので、この後作業が終わりましたら、さあ出発をしました、お台場スカイセンターの方に戻っていきます。水分補給も忘れないうちにお願いしますね。すごい、皆さん左奥をご覧ください。風船が
いっぱい出てきました。すごい。すごいですね。増えました。さあ、じゃあちょっと動き始めますよ。すごいですね。あ、結婚式の味ですね。青と白の綺麗な風船が飛んでいきました。タイミングよく見ることができましたけども。さあ、そしたら私たちも進み始めてですね、走っていきたいと思いますが、まずはシートベルトまだできていない方がいらっしゃいましたらご準備お願いいたします。はい、じゃあおかけいただきましてカチッと装着をしてください。はい、ありがとうございます。さあ、そしたらまずは坂を上がっていきますけども、あっという間にスロープともお別れでございます。さあ、左の可愛いお兄ちゃんがバイバイと手を振ってくれているのでお別れしまして走り始めますよ。そしたらまず皆様にはちょっと見つけていただきたいものがまたあるんです。それがお台場といったらフジテレビもすごく有名ですけど、もう一箇所自由の女神像がありまして、こちらを探してもらいたいと思います。ただ探すのがちょっと難しいです。見つかったらとってもラッキーでございますけども、頑張って探してまいりましょう。どこに見えてくるのかといったら、この後スカイダックが橋をくぐったらすぐ左側でございますので、ご一緒に見つけてください。そして左側の木の地の隙間から、木の間から見えてくるので、もし見つかったらあったーと大きい声で教えてもらいたいと思います。さあ、ポーズは女神様がスカイダックのポーズをしているのですぐわかると思いますよ。それでは行きましょう。橋をくぐりましたらすぐ左側です。さあ、スカイダックポーズの女神様はいらっしゃいますか？どこでしょうか？あった、ありました。ありがとうございます。見つかりましたでしょうか？ちょうどここですと顔が見えてますよね。さあ、それではそんな女神様も見つけることができましたので背中側にしますが、この女神様はですね、もう2000年以降から置かれているのですが、すごくお台場では人気のポイントでございます。もともとは1年間しか置かない予定でしたが、それがとっても評判だったのでずっと置きたいと申請をしたところ、レプリカ像の制作が認められて、今でもこのように親しまれているんです。もしよろしければ実際に見に行ってみるのもおすすめでございます。さあ、そしてあっという間ですが、もうそろそろこの後正面にはドラえもんがいるところ、スカイバーシティ東京プラザも見えてくるので到着のお時間が迫ってまいりました。それではせっかく今日はたくさんの方に乗っていただいているので、到着する前に皆様には最後にスカイダックのクイズを出してお別れにしたいと思います。まあ、当たる方がいらっしゃるかどうか楽しみでございますけども、ぜひご一緒にお考えください。それでは問題です。今日買ったスカイダックは1台いくらでしょうか？さあ、それではもう一回言いますよ。スカイダックは1台いくらでしょうか？お連れ様同士相談して心の中で決めといてください。さあ、いくらだと思いますか？お姉ちゃん手を挙げてくれた。お兄ちゃん、ちなみにお兄ちゃんいくらぐらいだと思いますか？全然手を挙げてくれたら1,500円。1,500円、ありがとうございます。さあ、他の方、お姉ちゃん大きい声でいくらかい？650万円。どのぐらい？1000。6万円。6万円、ありがとうございます。1,600万円。お姉ちゃんは6万円。みんな6万円。なんでみんな6万円？みんな6万円ですね。そしたらいくらかというと、実はスカイダック1台金額がなんと1億円でございます。そうです、1億円なんですよ。まあ、今日は1億円の推理クレーレーバススカイダックでドライブとクルージングをしてまいりましたが、あっという間にそろそろ到着のお時間が近づいてきたようです。もし
スカイダック欲しくなってしまった、持ち帰りたいという方がいらっしゃれば、さすがに大きなスカイダックを持ち帰るのは大変なので、ずっとちっちゃく可愛くしたチョロキューをお一つ1000円で販売していますから、ぜひ階段を降りたところで声かけていただけたらと思います。ではそろそろお別れのお時間なんですが、この後バスが止まりましたら、お足元のご準備ができ次第のご案内開始です。バスが止まっても座ったままもう少しだけお待ちください。準備ができたらお届けいたします。そして必ず降りる際にお忘れ物がないかの確認をお願いいたします。特に椅子の間や紙ポケットの中の確認をご注意してください。また次回スカイダックにお越しの際は、今日のチケットが割引券として使えるようになっております。次回はチケットがあると大人の方が500円の割引、お子様が200円の割引になるので、ぜひお持ちいただいて、今日から1年間の有効期限内にお越しください。それではそろそろ最後になりますが、皆様本日は水陸両用バススカイダックのお台場パノラマコースにご乗車ご乗船いただきまして、誠にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ではもう少々お待ちください。はい、それではお待たせいたしました。後ろの階段からお気をつけてお降りください。ありがとうございました。そんなこんなであっという間の60分でした。ああ、こんなに楽しいとは予想外だった。一番見どころは海へのダイブだったけど、普通のクルーズと違いガイドさんがワクワクするような雰囲気を作ってくださるので、ずっと飽きることなく記憶に残る楽しさでした。スカイダック、今度は夕焼けの時間帯のコースにも乗ってみたいです。体力がなくなってきた高齢の母とは、こういう迫力ある乗り物が本当に楽しいです。この階段を降りる時だけ膝が悪い母は時間がかかってしまいました。それ以外はコース時間もちょうどよく、トイレの心配もなく大満足でした。次の日は屋形船に乗ったので、また動画作ります。またよかったらご視聴くださいませ。ではバイバイ。あ、そうか、こうやったらお台場と一緒に映るんや。